僕ツイッターやってるんですよ。ツイッター、それは今の動画を多分ツイッターで宣伝されてると思うから、この動画見てる人は僕がツイッターやってるってことぐらい分かってると思うんだけど、その時のねフォロワーさんが作ってくれたゲームを今からやりたいと思います。名前はイモザリオ、多分スリザリオのパロディかなんかだと思うな。ホーム画面を見る限りなんか散らばっている白いキモいイラストあるでしょう。あれはね僕が描いたイラストなんだよ。もともとはね、あの参加勢のクラウドさんだ。そう、クラウドさんがねツイッターのアイコン変えたいなって言ってたから、僕は親切だからねその人のために絵を描いてあげて、それを提供したの。結局アイコンに使われたのは数分だけで、それ以降全く使われなかったけど、こういう形になってまた自分の絵が使われているっていうのを見るとね、なかなかいい気も、あー今ゲーム実況してっから静かにっていう印象があります。やりましょうか、一度ね。ほう。暴走ウイルス。これは僕が描いた絵だね。コウイモやイモムシの顔に触れるとゲームオーバー。コウイモやイモムシの顔に触れるとゲームオーバー。コウタンとイモムシ二人合わせてコウイモなんだよな。コウイモやイモムシってなると、イモムシが二人いることになるじゃん。イモムシの顔に、じゃあ、コウタンってのは半分ってわけ？それ言うなら、コウタンやイモムシの顔に触れるとっていう風に書くべきだろうけど、コウイモやイモムシの顔に触れるとか。このゲームを作った人は僕へのリスペクトが足りないな。僕のイラストを使っておいて、コウイモだなんて、コウタンって言うべきだ。コウタエネルギー、スコアアップ、成長。この点々を、黄色い点々を拾ったら、イモムシ自身が強化されると。僕を拾うとイモムシが強化されるのか。いいね。マウスで操作してコウタンを守りきろう。クリックをすると。なるほどね。一回やってみよう。クリック。おお。クリックしたらなんかめっちゃ長くなってんじゃん。ああ。GG。そう、このゲームをどうして知ったかっていうと、このゲームの制作者であるね、とあるフォロワーさんがですね、ゲームを作りましたとツイートをし、そして僕とイモムシにメンションをしたんですよ。おそらくそれは事実とは異なるでしょう。ですが僕の記憶の中ではそういう風に記憶しています。イモムシさんのリツイートから僕はこのゲームをプレイしています。今度僕、イモムシとオフ会することになってるんだよね。冬場じゃないことは絶対。だって冬場は寒いからね。やってるところも多分少ないし、僕もイモムシも多分生き物好きだから、生き物を見るには割と暖かい環境じゃないと生き物が寒がってかわいそうだよ。生き物がかわいそうな目に遭うのはあんまり好きじゃない。ただその生き物が擬人化されていた場合は別だよ。でも、ただの生き物がかわいそうになって、かわいそうな目に遭うのはあんまり好かないけど、でも、なんだろう、他の生き物に食べられているっていうのは、全然かわいそうだとは思わない。例えば、カマキリにバッタを与えたりとか、そういうのは全然かわいそうだと思わんけど、でも人間のエゴとかで、かわいそうな目に遭うのは嫌だ。でも、そんなこと言っちゃあれだよな。生き物を飼っている、例えば小さなでかい生き物を飼っている人、他の生き物の命を奪わないと、生きていけないような生き物もいるわけで、捕食者っていう意味でさ。だから、でもその生き物って別に人間が飼う必要はないんだよね。人間が飼うっていうのは人間のエゴだから、まあ、いろいろと矛盾が生じるわけだ。そんなことはどうでもよろしくてですね。オフ会だ、オフ会。で、イモムシとコウタンのオフ会つってさ、イモムシは先日10月の9日にて誕生日を迎えたそうですね。僕は、イモムシはなんて言うんだ、あれを。あれだ。なんて名前だっけ、あれ。欲しいものリストだ。にて、筋トレグッズを2個もあったんだよ、2個。腹筋なんとかみたいなやつと、あともう1個腕立て伏せみたいなやつ。腹筋だってめっちゃいいよな。いや、腹筋が好きなわけじゃない。ただ腹筋を鍛えようと思ったその動機を想像するとなかなかに、おおってなるよね。まあそんなんは良くてさ、そう。イモムシと会うときに、まあなんだろうな、オフ会をするとなると、お誕生日のイモムシくんは今20歳。20歳なわけだ。
二十歳ってなると大人だよな。僕は今までの芋虫くんは19歳だったから、まあたかが2、3年の差と思っていてね、別に会うことに抵抗はなかったんだけど、でも二十歳となると僕の知っている先生方や、まあコンビニの店員とか、なんだろう。まあ小さい頃の僕から見たら大人に部類する、そんな年齢なわけですよ。だからなんだか複雑だよな。二十歳の大人と一緒に僕が歩くのか。僕こう見えてもまだ子供だからな。こう見えてもちょっとがっつり子供だけど、でも子供なんだよ。なんか複雑。まあ別にいっか、3年の違いだろ。17歳の20の3年の違いつったら、僕の弟と僕も年齢差で言うと3年だから、実質的には変わらない。果たして僕はそんな彼と一緒に歩いていて、なんだろう、なんか嫌な感じなんだよな。例えばさ、嫌な感じってのは語弊があるな。なんか、差がさ、ちょっと、なんか、差が怖いよな。僕はよく、親と一緒にショッピングモールとかに行ったりさ、外食をしたりするときは、まあ、スキンシップって大事じゃん？するとさ、やっぱり、肌から見たらなんだろう、なんだ、別に差別的な意味じゃないよ。ただ、事実を言ってるだけ。そう。僕がさ、なんだろう、親とのスキンシップをさ、外でやると、なんかそういう風に見られても無理がないというか、イモムシとのオフ会がとても楽しみでなった今日この頃、いかがお過ごしでしょうか、皆さん。今すごく危なかったな。そうだな、これはやっぱあれだ。イモムシにいつも守られているっていう意味で、あれだろう、何らかしらの風刺なんだろうな。深いな、このゲームも。一見、すごく簡単なプログラミングでできてそうなこちらのゲームですけれども、どんなクソゲーでも、まあ、考えようによっちゃ全部深いものに、さ、深いものとして考え出ることはできるわけだし。以前ね、僕はこういうもの動画を出しました。あの動画、再生数はね、言うほどそんなに多くはないんですね。コウタンとイモムシ二人で一緒に喋ったっていうだけでなかなかいいと思ったんだけれども、やっぱりタイトルにセンスがなかったのか知らん、サムネにセンスがなかったのかわからんけど、まあ、他の動画よりかはあんまり再生されなかった。まあ、言うて2万再生されてんだけどさ。で、それの収益を見たんですよね。収益を見た。まあ、収益額はあんまり言っちゃいけないって言われてるから、めちゃめちゃに濁して言うと、僕が VTuber になったっていう動画あったでしょ。あれ6万再生されてんだよね。あれと収益額が大体同じって言ったらわかるかな。そう、動画時間が長ければ長いほど収益の単価が上がるってことに本当に気づいたんだよね。いや、マジでそんな2、3分の差じゃんって思うでしょ。でもその2、3分がかなりでかかった。だから僕はこれからね、動画は絶対10分以上を目指す。さっきさ、時間的には今日の朝、10月10日の朝なんだけど、メイドインアビス深き魂の連盟黎明映画をね、その欲しいものリストにて送ってくれた方がいてね、その方のやつで見たんすよ。めちゃめちゃに良かったね。多分あの映画をね、見た人はね、本当に、あれ今なんか、普通に、弾いてたな。白い頭を真ん中にして緑色の体をバリアとしてくるくるとその中心を回っていれば黄色い顔は絶対に守られるっていうグリッジな。あ、10月9日僕はイモムシに誕生日プレゼントとしてイラストを送りました。本当に数十分で描いた程度の適当と言っちゃなんだけど、まあそこまでクオリティは高くはないだろうなと僕は勝手に思ってる、そんな絵です。ですが自分なりには頑張りました。家に帰ってから絵を描いたもので、本当は家の中でもっとやるべきことがあったのではないかと思っているんですけれども、その時間をイモムシのためのプレゼントとして使いました。そのイラストを描いている風景や、イラストを描いた後の感想、イモムシくんにどういう反応をしてもらったら嬉しいかななんて妄想しながら動画を撮っていました。僕はこんな絵を描きました、どうなんていうテンションで自分の描いた絵を皆さんに紹介している、そんな動画です。で、イモムシさんにその絵を見てもらった時の反応を見てみようという企画もしました。いや、その企画とさっき言った企画は全部一緒なんだけど、そう。で、僕のその絵を、イモムシくんの DM に送りました。30分が経ちました。イモムシくんはまだ見ていません。
Twitter の DM はまだ見ているか見ていないかの反応は、既読ボタンなんていう反応のそういうのがないから確認のしようがないんだけど、でも反応がないのも無理はないなって思った。なんせイモムシは二十歳になってるし、おそらく誕生日の喜びを自分一人で噛み締めているのかななんて妄想もしちゃっていました。1時間が経ちました。まあ、僕はにゃんこ大戦争なんかをしながらぼーっと待っていました。イモムシくんからの返信を見ました。ありませんでした。イモムシくんからの DM は一切ありませんでした。まあ確かにそれは仕方ない。イモムシくんのツイッターを見ても全く反応がないから、自分の絵を見てるか見てないかなんてそんなん、あ、ツイッター見てないってことは多分反応も遅れるんだろうと。今日の朝ツイッターを見ました。なんとイモムシくんはツイッターを更新していました。見てみましょうか。なんかツイートしてるぞと。あ、これは DM に何かしらの反応があるのかなって。ありませんでした。イモムシくんのいいね欄を見ました。僕が DM の返信の返信が遅くてしびれを切らして、本当は DM が返信されてからツイートしようと思っていたツイートにいいねだけをされ、 DM には全く返信がなりませんでした。別にこれを愚痴ってるわけじゃないよ。だからそう、返信されたことをお家にしたかったっていう、そういう動画のやつは必ず、まあ、ボツになったよね。で、今日、イモムシくんは配信をしました。イモムシくんの配信にて、僕は自分の絵の、自分の絵の感想を聞きました。その感想の結果が、不気味だった。僕のあの絵は不気味だそうです。イモムシくんはロイコクロリディウムに寄生されてしまいました。お疲れ様でした。さようなら。